総持寺は、東京都足立区西新井一丁目にある新温州、豊山派の寺で、西新井大師の通称で広く知られる。三号を、御地山と称し、寺名は詳しくは御地山返上院総持寺と称する。古くから、関東の高の山とも呼ばれる。空海が、関東巡釈の途中、西新井を通った際に、本尊である、観音菩薩の霊卓を聞き、 本尊の十一面観音を掘り、天朝三年に陣を混流したことに始まるとされる。江戸時代中期に混流された本堂は、昭和四十一年火災により消防したが本尊は、難を逃れた。本堂は昭和四十六年に再建され現在に至っている。川崎大使などと共に、関東三大使の一つに数えられ、毎年の正月には、初詣の参拝客で賑わう。 境内には、工房大使によってもたらされたとされる、火事水の井戸がある。この井戸が、本堂の西側に所在することが、当地の地名である西新井の名の由来とされている。中野区にある、新井役師と同じ新言州とい山派の寺院。このほか、塩地像、露仏の湯田の山大日如来座像、十三重宝塔、水子地蔵、六角観音堂、光明殿などがある。 中道国画座王権現像。東京国立博物館にて展示。広報元年11月間学会期鉄道。バスはるかぜイコール。足立区コミュニティバス。ありがとうございます。